星です。降りしきる雨の中で瀬尾です。ゆんめーち声でかです。よろしくお願いします。初参加ですね。お願いします。初参加、今日はゆめっちが来ておりますよ。はい、どうも、ね、さあ、今回行ってまいりましたのは、うん、こちらの新ガーリックパラダイス。ガーリックパラダイス、素敵なんすね。まあもう終わっちゃってるんだけども。終わってるわ。まあ、これいいすね。新宿大久保公園のね。その通り、大久保公園。あー、そこね。そうなんですよ。はいはいはい。その中の千里眼のニンニク三昧これでもかという商品を食ってきたんですけども。いいですね。すげーな、強そうだな、これは。これがね、4年に1回2月29日にしか出されない商品なんですよ。なるほど。激レア。激レア。今回特別に食えたと。そうなんだよね。めっちゃいいじゃないですか。めちゃめちゃレアでしたわ。で、前回のウルード氏2016年なんで、お次2020年ということでね。あと3年も食えないからね、これ、ね。食べたい。めっちゃいいな、ね。これをね、やっぱり食えたことに、ナイスな出会い。ね、美味しそう。そしてね、これ、自家製チャーシューガーリック揚げというのもね、売ってまして。そう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 。おつまみとして食うみたいな感じで売られてたんだけど、はいはいはい、普通に、豚増しと、うんうん、野菜増しができる商品としても、なるほど。あら、使っちゃっていいよってことでね。賢い。これだけで800円しますけども。まあまあ、そういうね、なんか、結構ね、消すっていうか。で、外はニンニクの味がするカリカリで。うーわー、うまそう。皮はホロホロということでね。こちらはまあ、汁なしの、まあ、商品ということで。この辺はオーソドックスな千里と一緒みたいな。ああ、そうね。ガリマヨとかも。ぶち込んで、ね、ああ、なるほど。なるほど。めっちゃいいな。あ、そして、あ、これはなんだこれ、赤い。なんか。なになになに、なに、まあ、一回置いとくんだよ。置いとくんかい。言えや。なんだよ。教えてくれよ。なんだったんですかね。気になるわ。これね、左下にありますけども。ああ、でもその前に、やっぱり、肉に手がいってしまう。美味しそう。ね。これがまた、ガリマヨとニンニクですごい口の中に。ね、来ねえんだわ。ピンクが気になって。何なんだあれ。気になります？ずっといるよ。異様なんだよ。あ、だって、あ、できた。あ、なになに、これ、これなんと、ニンニクピクルスなんですよね。まあまあまあ。パオーですか。ピクルス、なかなか味わえない。辛っ。辛いんだ。めちゃめちゃ辛いっす。スパイとかじゃないですね。ちょっとかじりつつ、引っ張った割にでしょ。だろうなっていう。まあそうですね。ピクルスだよ、ニンニクの。来たことないじゃん、珍しい。ねえ、オリジナルな。おぉ、あっという間に。ごちそうさまでした。早さ。ねえ。まあ、麺の量がやっぱりね、ちょっと少なめではあるんで。いろんなものを食べるみたいなところ。そうね、ちょいちょい。そうそうそう。だ本来のこのニンニクマシマシこれでもかにつながるちょっとこうお試しみたいな感じでもね、3年超えのそう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 楽しめたよっていう感じだったけど、あの映ってたかどうか後ろで食べてたお姉ちゃんたちこれ買って風がこの日めっちゃ強かったの台風の前で全部ひっくり返してたの。いや何してんの、知らん、危ない、命がけだったから本当に命がけ、危なかったね。これガーリックパラダイスね、多分来年もあるでしょうから。え、多分ね、去年もあったから。え？あったの？はい、去年もありましたから。あ、そうなん？はい。あ、出さないで。頼むから。終わった。レアなやつだから。ね。またお会いしましょう。ありがとうございました。レアな。スイー。